あ、これね、死神の話です。死神の話。あ、でも KK じゃないですかね。ええ、ほら、あの中国の絵ですよ、絵。あれか、在日中国大使館批判って。これね、これまずね、元の映像を見てほしいですね。まあちょっと、まあこれ見てもらったらいいんですけど、これが元の絵なんですよ。これが死神が順番にトントンって言って扉を叩いてるんですけどね。要するにチベットだとかウイグルだとか香港とかね、ほら書いてあるでしょ。死神がトントンって言ってどんどん殺していくってやつなんですけども、最初次台湾だったんですけども、なんか今度沖縄北海道になって次台湾になって、ちょっと順調が入れ替わってるんですけども、まあとにかく中国がまあいろんなところに現れて、次々とまあ血みどろ血祭りに上げてきたというですね、まあこういう、これ台湾の人が書いた風刺画なんですね。はい。ところがですね、今回中国大使館がね、ツイッターでこういうものをアップしたんですよ。見えます？見えるかしら。はい、もうお分かりだと思いますけども、まあとにかく読みます。はい。在日中国大使館批判殺到、アメリカを死神になぞらえ揶揄。在日中国大使館が4月29日夜、短文投稿サイトツイッターの公式アカウントにアメリカを死神になぞらえて揶揄するような画像を投稿していたことが30日分かった。日本語でアメリカが民主を持ってきたらこうなりますと書かれ、28日のバイデンアメリカ大統領の施政方針演説への対応とみられる。画像では米国旗を模した服を着た死神が鎌を持ち、イラクやリビア、シリアなどと書かれた扉を開ける様子が描かれ、扉の奥から血が流れ出している。この投稿には大使館がやることか、下品だなどと批判的なコメントが相次ぎ、中国国旗を模した死神が新疆ウイグル自治区や香港の、扉を開ける過去の類似投稿を引き合いに盗用との指摘もあった。産経新聞は大使館に取材を申し込んだが、同日夜までに回答がなかった。投稿は30日午後に削除されたということですね。これさ、普通ね、これ元映像は中国がやってきてどんどん殺してる映像が元映像なんですよ。これ盗用します？バカじゃないのって話ですよ。これね、何、イラク、リビア、シリア、次エジプトとか言ってアメリカが民主主義持ち込むとこうなるぞって言ってる。いやいや、これもともと中国だったんだから。さっき見ましたね。こういうことを言えば言うほどさっきの画像が拡散するわけですよ。これね、何、内モンゴル、新疆、チベット、香港、次台湾にコンコンってやってるところだったんです。で次に沖縄、北海道だったんですよ。これが元の作品だからね。こんな中国、アメリカが来たらこうなりますよと言ってるけど、これ元は中国のやつなんだから、中国を揶揄する画像を逆に変えてホラーとか出してね、これやったやつバカだよね。あんた何言ってんの、それもともとあんたらのだよっていう話。もう自虐も自虐、めちゃくちゃですよ。この人たち頭いいのか悪いのか、それともこれ実は自分たちのことを揶揄してる映像だったって知らなかったのかな、中国大使館の人が。知ってたらそんな自虐も自虐じゃないですか。私もこれ何回か見ましたよ。今回エジプトとかシリアとか言ってて、うんと思ったら中国大使館がそれだって盗用して改ざんして、もともとは中国のやばいことを伝える映像だったわけですから。いやー、中国大使館ってバカ？マジでバカなんじゃないのって。なんだっけ、フィリピンの外務大臣が四文字禁句オフって言っちゃったっていうやつね。取り消して、で中国側がね、下品だって言ってね、無礼にも程があるって言ったわけじゃないですか。こっちの方がどんだけ下品なんですか。4文字禁錮オフ。
これやばいよね。だからそれこそ先週 やりましたけど、原発の処理水を揶揄するってことで葛飾国際のねこの品川沖に原発の絵描いて、なんかあの処理水流してる映像をですね葛飾国際の絵で作っちゃうわけですから、これを中国側が、常務委員だかなんとかが、ツイッターかなんかにつぶやいちゃったわけですよね。で今回は中国大使館がこうやってるわけですよ。だからね、そのね、無礼だとか品がないとか言ってる割にはあんた方自分たちも大概にしておけよって話ですからね。盗用ですよねこれ。国としてやってますから、ね、そうそうそう、大使館公的ですからね。公的なだからあの一等書記官とか個人的に言ってるのと違って中国大使館のアカウントですからね。調理店ですかね、そうそうそう、報道官だね調理店はね、はい、あ、そうそう調理店だ、そうそうそう報道官でしたね、あのあれだあの、北斎常務委員じゃない、報道官でした調理店ね。これさなんかちょっと押しとく、やっぱここお前が言うなですよね、まずはねまずはお前が言うなんですよこれね。ピーチクパンも押しとかないと、これ意味不明すぎて頭がいいのか悪いのかわからないという、これちょっとピーチクパンも押しとかなきゃダメだね。一応お清めの桃もちょっとどれもいける感じですね。どれもいけるよね、お清めの桃ですねこれはね、はい、一応足毛にもしときましょうか。はい、というわけでこうなりました一応これアップしておきましょうかね。はい、ツイッターにアップしてきました。この人たち本当わかんないな、わざとかな、知らないやったのかなブーメランも甚だしいでしょうよ、棚に上げすぎですよ、棚に上げ、多分知らなかったんじゃないかな、知っててこれやるどんな意図があるんだよこれ、知っててやったら